これがヒロじゃん。スーパーエース、エースじゃないって。いや、エースだしょ。全部行動が、脱出を優先させるとか、心を、感情的じゃないじゃん、ヒロちゃんって。でも、もう終盤でやってるチェイスや発電機回してる時の声がもう、本当は感情的な人じゃん。あの、チームプレイに溢れた発言の連発じゃん。かっこいい男前コメント連発してんじゃん。終盤になればなるほど。それが俺、最後に抜けてる姿がエースなんだ、彼が。人を助けないことがエースなんだ。終電後は確定一勝を取って、なんでこんなのばっかりなんだよ、毎回。これがヒロちゃん、スーパーエース、なすりつけ界のプリンセス。それが木村ゆいちゃん。ほんとしゃがんで、あのチームのために抜けないで人にチェイスさせるっていう、ろくでもねえやつの末路ってこうだよね。力がないプレイヤーってこうだよね。ほんと恥ずかしいと思うよ、マジで。恥でしかねえと思う。俺みたいなやつが走ってて。で、俺らが野良の力だよ。一人たりとも来ないんだよ。今日行かないんだよ。それで。何してんの？疲れるぞ。
早いんだよ、ホワイトも。発電機回すことの方の優先しないと。だから、はいってんだろ、救助がよ。ここが回せねえだろ、ずっとさ、注意しよう。こういう風にやるの。四代目回させるための美しい動き。女性が惚れるようなプレイをやってるでしょ。女性陣が惚れるようなプレイやんなきゃダメなの。キャンプ傾向あるからドワイトは回しなの。キャンプ傾向があるから回していいの。当然戻ってくるから通電後行けよ。耐久時間別にあるだろ。回してから行け。行くなら。そうしたら勝ち確の状況が生まれるから。キャンパーだから当然。回してから、これが正しいの。なんでゲート分けねえんだよ。マジで当店も当たってるやついるよ。大赤字に。ずる賢いやつはもうそう考える。あ、開けて待ってる。これや、これや、ヒロちゃん、デッドワイルドアイス、スーパーアイス。これだよね、ヒロちゃんの凄みって。感情は入れないで一生を取る。必ず一生。基本に忠実。面白みがないのかもしれないよ。他の人と違って。つまらないよ。基本ってはつまんねえんだよ。でも一番基本に忠実なんだよ。なら、スーパーエース。派手さがないけど勝ってるってことが相当頭がいいプレイヤーってことだよ。デッドバセンスがあるってこと。あ、実生活の算数とか、そういうスナックとかが頭がいいじゃないよ。デッドバイが上手。だから勝てる。俺といると。止まんない。レベルと。法案があるかもしれない。だからね、範囲に駆除するだけが全てではないってこと。ロジャンがいないとチームは勝てない。ロジャンが
れはヒロちゃんのチェイスで決まったゲームだろ。ヒロちゃんのチェイスと隠れ野郎とワイトすぐ捕まる。隠れ野郎は一緒に逃げるんだよ。隠れて自分だけ避ければいい。ダメなんだよ、それ。ヒロちゃんというのはチェイスもヒロちゃんのファーストチェイスで決まってるんだ。ヒロちゃん相手にしたら話になりません。あって当たり前、これがヒロちゃん。あって当たり前、相手にならない。ヒロちゃん、ストップザヒロちゃんしてほしいよ。フェアプレイでね。雪山の